どうも、皆さん、こんにちは。チャクバスです。本日はですね、こちらの私がメインカードに使っているね、マリオットボンボイアメックスプレミアムカードありますよね。こちら発行しているのはね、アメリカンエクスプレスのクレジットカードなわけなんですけども、本日はですね、このアメリカンエクスプレスがですね、海外旅行保険ありますよね。まあ、カード付帯のね、利用付帯でこのカードついておりますけども、まあ、こういったものにですね、上乗せして海外旅行保険をね、積み上げることができる、マイセレクトワンっていうね、サービスが開始になりましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、こちらね、アメックスの最新ニュースの一覧にね、出ておりました。こちらですね、海外旅行総合保険マイセレクトワンということで、こちらはですね、クレジットカードにね、付帯してますよね、海外旅行保険って。まあ、マリオットアメックスプレミアムカードであれば、まあ、利用付帯でね、海外旅行保険ね、付けることができますけども、まあ、もうちょっとね、上位カードだと、プロパーとかになっちゃいますけどね。自動付帯のね、カードもありますよね。まあ、こういった、保険の、さらに、お金を払ってですね、保険が積み上げることができるっていうのが、このマイセレクトワンっていうサービスなんですよね。まあ、アメックスのね、海外旅行保険っていうのが、損保ジャパンになりますよね。ですので、まあ、このサービス自体もね、損保ジャパンが提供しているね、まあ、サービスっていう風になるわけなんですけども、最近ね、このクレジットカードの保険に上乗せしてね、保険を積み上げて、海外旅行保険としてね、使うっていうサービスがね、他にもですね、JI 障害火災総合保険のね、旅保でもですね、このクレカプラスっていうね、サービスがあるんですよね。まあ、これとね、同じようなサービスで、まあ、今回ね、アメックスでも保険額をね、積み上げることができるっていう感じになるんですよね。で、こちらのサービスがね、開始になって、ちょっとね、デスクの方にね、聞いてみたんですけども、まず利用条件ですね。こちらはマリオットアメックスプレミアムカードですけども、このアメックスがね、発行しているクレジットカードが、まあ、今回利用できる対象っていう風になります。ですので、プロパカード、そのビジネスカード、スカイトラベラー、ANA アメックス、マリオット、ヒルトン、デルタ、ペルソナとかね、アメックスのカードね、ありますけども、アメックスが発行しているカードがね、対象っていう風になります。ですので、セゾンアメックスプラチナとかね、まあ、こういった、カードはね、デカデカとね、アメックスって書いてありますけども、あれね、セゾンカードがね、発行しているカードっていう風になりますんで、まあ、今日紹介しているのはね、利用することができないって言った形になります。で、このサービスはですね、出発のね、10日ぐらい前までね、申し込みしなきゃいけないっていう風になりますんで、結構締め切りが早いんですよね。まあ、海外旅行保険ね、ネットとかで使われたことある方ね、結構いらっしゃるかと思うんですけども、本当にね、10分、15分でね、ネットで完結して、この、海外旅行保険ね、お金を払えばね、利用することができるっていう風になりますんで、出発前のね、10日前までに申し込みが必要っていうのはね、ちょっと聞いてびっくりしたわけなんですけども、締め切りはね、かなり早いって言った感じになります。で、この保険の特徴なんですけども、まあ、カード付帯保険にさらにお金を払ってね、上積みして利用することができるっていうサービスなんですよね。ですので、こちらがね、マリオットアメックスプレミアムカードの海外旅行保険の詳細なんですけども、まあ、疾病障害がね、このマリオットアメックスプレミアムカードだと、300万円っていう風になりますんで、まあ、これだけでね、アメリカとかに行って、もしね、向こうで怪我とかして、ね、病気とかになって入院とかしたらですね、まあ、全然足りないみたいな、まあ、そういった感じになるわけなんですけども、まあ、今回のね、このマイセレクト版をね、利用していただければ、さらにね、上積みで、することができて、まあ、そういったトラブルがあった場合にも、まあ、カバーすることができるっていった形になります。で、こちらね、公式サイトね、概要欄に載せておきますので、まあ利用されたい方はですね、そちらから利用していただければなと思うんですけども、まずね、利用できる方なんですけども、ウェブ上でね、完結する方法はあるんですけども、ウェブ上で、完結できるのは、カード本会員の方のみっていう風になるんですよね。ですので、基本的にはね、お一人で、利用する方に関してはですね、ネットで完結することができるっていう風になるわけなんですけども、まあ、私みたいにね、息子と二人でみたいな感じで、まあ、行った場合はですね、このウェブ上ではですね、全部完結することができないっていう風になりまして、電話でね、申し込みが必要っていう風になります。一人でね、利用する場合に関してはね、ネットで完結しますんで、まあ、いいのかななんていう風に思うんですけども、まあ、家族の場合はですね、基本ね、電話で申し込まないと利用することができないって言った形になります。で、次にね、利用できるプランなんですけども、ちょっとね、画面切り替えちゃいますね。それではね、こちらが公式サイトになりまして、まあ、どういった保険なのかみたいなね、説明が、記載があります。まあ、カード付帯の保険をさらに上乗せして保証できるサービスっていう風になりまして、プランはですね、こういった感じになります。医療費無制限ということで、医療費無制限の充実保証プランと医療費しっかりプラン。まあ、この2つがね、用意されて
おります。でちょっとね言ってると思うんですけども、個人でね利用する方はウェブでね完結するんですけども、オーダーメイドであったり、またね家族の方はね一緒に利用されたいっていう方は電話でね申し出が必要っていう風になりますんで、まあこういった形になります。で見積もり自体はですねこのページでね作ることができまして、ここにね出発する日をね入れていただきます。ちょっとハワイで5日間ねちょっと調べてみましょうかね。1、2、3、5日間でハワイですね。まあこれはね行き先等々でね値段が変わると思います。はい、ということでこちらがね見積もり結果ということで、まあハワイでね5日間で、個人でね検索した場合ですね、充実保証プランが6150円、医療費しっかりプランが2690円っていう風になります。で保証内容ね、見ていただきたいんですけども、この医療費しっかりプランっていうのはですね、医療費だけ上乗せしているねプランっていう風になります。まあ私みたいにですね、まあ基本的にねカードの利用付帯ね私はつけていきますので、まあ自宅からね私は JR 沿線に住んでますんで、 JR の切符をねこのカード決済でね支払って利用付帯をつけて、でそれでねいつも行ってるので、まあ私みたいな感じだとですね、わざわざね海外旅行保険に入らないで、まあこういったね医療費だけ上積みしてね利用するみたいな、まあこういった方法もね利用することができるっていった形になります。今後は私もね、まあ一番ね私が海外旅行保険でね懸念してるのはやっぱり医療費の部分なんですよね。ですね、ここはね無制限で利用することができるっていうのはですね非常にいいかなと思います。またね特に他のがついてないっていうのはですね結構いいですよね。もともとカードのね利用付帯の保険でもついておりますし、またね自動付帯のねカードとか持ってたら別でね、まあここら辺の他の保険の部分で、ね、ついている場合もね多いかななんていうふうに思いますんで、この無制限だけ選べるっていうのはですねいいのではないのかなと思います。でもう一つのね充実保証プランになると値段はね倍以上上がって、まあそれ以外のね死亡し後遺症障害とか、救援費用とかね、疾病死亡とかね賠償責任とかこういったのが、まあ、追加されるっていった形になるんですよね。まあここはねまあお好みにはなるわけなんですけども、まあこういった感じでね利用することができるっていった形になります。でこれはですねあくまでね一人、まあ私一人でね利用した場合のまあプランっていう風になりまして、家族でね利用した場合はまたね変わるっていう風になりますので、ちょっと私の方でね電話してハワイ5日間子供と2人のねいくらぐらいになるのかっていうのをね聞いてまいりました。で子供と2人でね5日間ハワイでね見積もり出してみたんですけども、それだとですね5日間でしっかりプランの方は医療しっかりプランですね、医療費だけ無制限の方は2690円ということで、こちらね値段変わらないっていった形になるんですよね。で充実プラン、いろんな保険がね、ついている方ですね。こちらだと、一人ね、5550円っていう風になりまして、まあ、二人だとね、11110円か、っていう風になるんですよね。ですので、このね、充実プランの方に関しては、値段がね、一人の時より二人の方がね、安くなるっていうね、ちょっとね、びっくりな結果になったわけなんですけども、まあ、こういった形になってるんですよね。でですね、この実際の利用の流れなんですけども、申し込んだ後にですね、出発の10日前ぐらいに、まあ、書類がね、ご自宅に届いて、で、その書類をね、持って海外旅行にね、行っていただくみたいな、まあ、そういった流れになります。そこにね、緊急連絡先であったりですね、まあ、そういったものがですね、記載されているっていう風になりますんで、今ね、海外旅行保険ってほとんどね、メールで、緊急連絡先とか全部載ってて、特にね、書類とか受け取ったりしないんですけども、まあ、このね、保険に関しては、出発の10日前ぐらいにね、書類が届いて、まあ、それを持ってってみたいなね、まあ、感じになりますんで、この点はね、覚えておいていただければなと思います。まあ、こういった感じになりますかね。まあ、損保ジャパンはね、このアメックスのね、提携の保険会社っていう風になりますんで、まあ、いい話が聞かないってね、聞いた方もいらっしゃると思いますし、まあ、私は普通だったっていう話もね、聞いたことがございますので、まあ、保険っていうのはね、正直ね、その担当者による感じがね、結構ありますんで、まあ、一概にはね、言えないのではないのかな、なんていう風に思うんですけども、こういった感じでね、利用することができるって言った形になるんですよね。ということで今回ですね、アメックスのね、クレジットカードに海外旅行総合保険バイセレクトワンっていうのが、開始になりましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、まあ一人でね、利用される方に関してはですね、まあ結構いいのではないのかな、なんていうふうに思います。まあ一人でね、利用する方に関してはね、まあこちらね、ネットで完結することができるっていうふうになりますんで、まあいいサービスではないのかなと思うんですけども、まあ出発の10日前までね、やんなきゃいけないっていうのは、ちょっとハードルが高いっていうかね、私もね、海外旅行保険ってすごい忘れがちなんですよね。いつもね、
空港のね、チェックインするときに、あ、入れ忘れたみたいな感じでね、まあ、その場でね、やったりもね、結構いたしますんで、10日前にね、やる、覚えていられるかっていうね、まあ、部分はちょっとあるかもしれないんですけども、まあ、アメックスのクレジットカードね、保有されている方は、まあ、こういったサービスね、始まりましたので、ぜひね、覚えておいていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントね、やっておりますんで、ぜひチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。